ナハス・ジデオ・ミアングラは、ナミビアの政治家。2005年から2012年、ヒフィケプニエ・ポハンバ大統領の下で首相を務めた。現在は、国防省。コロンビア大学から教育学の修士号を取得している。オシコト州オニャーニャ生まれ。1965年から89年まで、国外追放に遭い。 73年から76年までザンビアのラジオ局に勤め、76年から80年まで国際連合で職員として勤めた。1980年に南西アフリカ人民機構の発起人となった。スワポは89年に政党登録し、 アングラは独立直後の89年11月から90年3月まで設けられた憲法制定会議のスワポ所属の議員を務めた。90年から国会議員を務めており、90年から95年まで教育、スポーツ、文化省を、95年から2005年まで高等教育省をそれぞれ務めた。2002年8月のスワポ党大会で行われた、 中央委員選では395票という最高得票で当選した。2004年5月の大統領予備選では、ポハンバとヒリッポン・ハムテニアと三つどもえになったが、第1回投票でポハンバが213票、ハムテニアが166票、アングラが137票を獲得、得票数で最下位だったアングラは決選投票に進めなかった。 決戦投票でアングラ陣営はポハンバ支持に回り、それがポハンバ勝利に結びついた。家はルーテル協会に属している。2012年12月4日、ポハンバ大統領は2014年大統領選挙のスワポ候補に指名されたハゲガインゴブ副大統領を首相に任命した。アングラには国防省が当てがわれた。ありがとうございます。